さあやってきました。こちらが名人のお宅でございますが、いらっしゃいました。こんにちは。あ、こんにちは。あなたがあやとり名人の中竹さんですか？まあ名人というほどじゃないですが、一生懸命やっております。はい、もう常にこうやってあやとりをしてらっしゃるんですね。忘れるもんですからね。あ、何かできましたよ。はい、これでこうして、じゃあカメラに向かって、これカニですね。カニ。すごい。これパプアニューギニアのカニなんです。あ、え、違うんですか？はい、日本のカニと。日本のカニはね、日本のカニはもう簡単なんです。てかもね、やっぱ名人レベルになると違いますね。今から作って、これ日本のカニ。言われてみれば、うん、昔取ったでしょ。これが日本のカニで、こうして締めると、はい、納豆になるということですね。そしてこうして、こうして、こうすると、まあ女の子になるという。あ、顔で髪の毛。はい、はい、すごい、お見事。私激推しのネクストブレイクアーティスト、宮崎あやとり同好会会長、中竹秀則さん76歳。なんと250もの技を持つあやとり達人。きっかけは11年前、師匠とあがめる山下さんとの出会い。以来同好会を立ち上げ、日々あやとりの研鑽に励んできました。そんな中竹さんの練習部屋にお邪魔することに。ようこそ、私のあやとりの練習室です。どうぞ。練習室、はい、お邪魔しますね。はい、どうぞ。わー、すごい。ここに、これもしかしてあやとり用の紐ですか？そうです、全部あやとり用の紐ですね。カラフルで綺麗。作品によってはややこしいあやとり、糸が行ったり来たりして、長い紐がいるということになる。こんなの使うんですか？はい、そういうやつも使いますしね。あやとりのこの本もあるんですか？よく見ると日本語じゃないですよ、これは。あやとりっていうのは、はい、日本のものと思ってる人がいらっしゃるけど、うんうんうん、もう日本のものはまあ100ぐらいですかね。で、外国のものは3000超えるというぐらい。たくさんある。そうなんですか。はい、てっきりもあやとりはこう、日本の伝統的な、なんかこう遊び、うん、と思ってたんですけど、うん、先生が持ってるあやとりの糸でこれが一番長かったんですけど、これはどんな風に使うんですか？これはね、まあ、うん、ちょっとややこしいやつに使う。ちょっとやってもらえますか？はい、ちょっと やりましょうかね。これも一人じゃできないですよね。いや、大丈夫ですよ。こうすると半分になるしね。こうするとさらに4分の1になって、こんくらい半分。あ、なるほどなるほど。すでに複雑な形になってますね。これ写します。お、これ難易度高いですね。ちょっとかな。あ、そしてここ合ってます、これ名人。ここすごくこんなややこしいね。ややこしいですよね。そして親指の輪を手前に1回。これちょっと間違ったかもしれない。名人もたまにはこういうこともありますよね。うん、ちょっと間違えた、ごめん。はい。こうして、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 難しい。こうして、お、あ、とこうするとできるね。こういう感じ、ね、すごい、うん、これがケルトのタペストリーですね。ケルトのタペストリー、うん、まあ、そのケルト民族のなんかこう、はいはい、壁掛けの伝統的なですね、はいはい、へえ。これがちょっと見栄えがするから、この紐で今度は太い。これもちょっと長いんですけどね、長さがこのぐらいあるから。これも普通のこうあやとりに使うようなイメージじゃないですもんね、うん、これはちょっと特殊なやつで、これは普通使わないですね。はい、人差し指を引っ掛けてくるっと裏返して、ちょっともうこの辺りから複雑で、どの紐がどう動いているのかがちょっと難しいです。こうはず、かなりこう複雑に紐が重なり合ってますね。お、手首の方まで紐を持っていって、本当に目にも
も止まらぬ速さです。そして、はあ、紐をこうかけ替えたりっていう作業もいるんですね、うん、これからですね。ちょっと見せてもらっていいですか、カメラの方に。これが爆発して噴火してるとこはね。あ、うん、すごい動きがあるんですね、うん、火山。そういう感じにね面白いでしょこれね、うん、もうまさに噴煙がこうもくもくと上がってるような、うん、そうそうそう、すごい。だんだんこう火山引っ張ってると小さくなってくる形が変わっていくんですね、はい、良い子の皆さん、こんばんは。こんばんは。この時間は初心者でもできる楽しいあやとり講座をお送りします。今回講師には名人の中武さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名人、今日は何を教えてくださるんでしょうか。今回は誰にでもできるという、ほうきと、それから富士山をやってみようと思います。いいですね、はい、楽しみです。はい、そしたらほうきからいきましょうか。ほうきから、はいはい、じゃあほうきですね、まずは、はい、あやとりを大きく、はい、親指と小指に引っ掛けるんですね、はい、そして中指で、はい、取ってぐるっと回して、いきなり、そして技が出てきましたよ。こちらに、はい、中指でこれを取ります、はいはい、そして、右の親指と小指を離します。離しちゃっていいんですか。離しちゃっていいんですか。はい、お、はい、おほうきですね。ほうき、はい、本当だ。しかも簡単ですね、はいはい、簡単ですね、はい、簡単できるんですよ。これならもうテレビを見てる小さなお子さんも、はい、簡単にできたと思います、はい、すぐにできると思います。はい、はい、すごい見事なほうき、本当にはわけそうですね。あ、そうですね続いては何でしょうか。じゃあ続いて富士山をやりましょう。富士山ですか、はい、富士山です、はい、富士山はできるのかな。こうして、はい、ここまでは一緒ですね、はい、右の小指を離します。いきなり離すんですか、はいはい、そして首をぐるぐるっと2回手前に回して、ぐるぐると、はい、はい、そして小指で取る、紐を取ります。はい、はい、そして中指でトリックをするんですね。トリックをするんですね、はい、まだ全然富士山になる気配が、こう動かしてこうすると、はい、あ、富士山ができましたね、はい、ちょっとやってみていいですか。はいはい、どこう、こうしてこの富士山上がってくるんですね、はい、そうそう、上がってきた、上がってきた、上がってきました。そして、はい、親指をこうすると、こうする、あ、はいはいはい、本当だはい、富士山になりました、はい、これはどう見ても富士山ですね、はい、富士山ですね、すごい、はい、はい、はあ、立派な山ができました。富士山です。名人すごいですね、はい、綺麗な富士山できるでしょ。そうですね、はいはい、これなら小さなお子様でもバッチリできますね。ぜひあのテレビの前の皆さんもチャレンジしてみてくださいね。次回のあやとり講座も紐を一本持ってご覧ください。一本の糸から広がる創造の世界、あやとりの楽しさをもっとたくさんの子どもたちに伝えたいと語る中武さんです。あやとりは世界的に見てどん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 覚えている人が減っている状況なんですよね。日本でもそうなんです。で、子どもたちも、習う機会が少なくてつながってない状況なんですよね。まあ覚えたら楽しくて本当に面白いんですよね。子どもたちにあやとりを教えてつないでもらって頑張っていきたいと思っております。というわけで、あやとりを2021年のネクストブレイクにしたい。そこでプロモーション VTR を作ることに。
それではお茶の間の皆さん、チェケラー。